はい、今回はですね、僕の、バーニーのレスポールカスタムについて、ちょっと話していこうと思います、はい、僕のねギブソンの、レスポールカスタムに、次いで、メインギターとして、活躍している、バーニーの、レスポールカスタム、これは LC100YS っていうリアクションの安モデルっていうだと思われるギターで、僕がね手に入れたギターなんですけど、でこのギターの、まあ、動画を僕がこうね初めてこうヤフオクでまあ落札して、実際にこう改造して、そして、実際にこうあのレビューの動画、まあ、弾いてみて、このギター自体のこのポテンシャルとか、まあ、インプレッション動画をこう、まあ、出してきたわけなんですけど、でまあ、今回僕話したいのが、あまりにもこのギターはもうねダイヤモンドインレイの、まあ、バーニーなので、もう40年以上前の、まあ、ギターになるわけですよ。でほぼねジャンク状態って言われた状態で、もうダメ元でもうこのギター自体が欲しかったので、まあ、落札したんですけど、もう状態もねすごく良くて、でまあ、ところどころねフロイド・ローズをこう乗せ替えたりとかはしてるんですけど、当時のこの VH シリーズのピックアップの音もめちゃくちゃ良くて、バーニーの、まあ、名ピックアップって言われてる、まあ、ピックアップで、まあこの子ねもともと五等星のペグがついていて、でまあ指板がこうローズウッドっていう、ちょっとね見た目はレスポールカスタムなんですけど、まあレスポールスタンダードと同じような仕様になってる、まあ、ギターなんですよ。で、まあ、当時ねこの、まあ、訴えられるぐらいの、まあね、このなんだろう、ギブソンを、まあ、日本がこうガチでコピーしてた時代の、まあ、ギターなので、まあ、それぐらいの、まあ、クオリティがある、まあ、どんぐらいの、まあ、実際弾いてみた時のギブソンの違いとかっていうのも、まあ、楽しみだったんですけど、まあこう手に入れて、この良さ、作りの良さと、まあ、音の良さ、まあ、またねこの動画でも後からね実際に弾いてみるんですけど、よくて、で僕のね動画見てる方ものすごい、まあ、レスポール詳しい方とかレスポールたくさん持ってるらっしゃる方いるじゃないですか。でその中でバーニーの RLC60 シリーズ、僕が好きなバーニーの、まあ、レスポールカスタムで、それもねダイヤモンドインレイなんですけど、僕ねすごくそのノーマルのあのねブリッジテールピースの、まあ、レスポールが欲しいなっていうか気になってきちゃって、このフロイドローズでこんなにサウンドのねいいレスポールだから、まあこの僕のね持ってるギブソンのこのカスタムと比べた時にかなりのこうポテンシャルを持ってるんじゃないかなと思ってきて、もしこう持ってらっしゃる方いたらぜひね教えてほしいんですよ、どういう感じのギターなのか、はい、でやっぱりもう僕はよく動画とかね YouTube ライブでこう話すんですけど、もうジャパンヴィンテージとしてのこのギターの価格の高騰の仕方がもう異常すぎて、本当にもう東海製品の、まあ、レスポールとかだったら、まあ、ジャパンヴィンテージまで行かなくてももう倍以上の値段になったりとかね、本当に高クオリティなギターだったら、でもうオービルバイギブソンとか、オービルのギターももう20万近く、オービルバイギブソンだったらもう30万とかいってるものとかあって、もうとにかく、まあ、価格の高騰が激しくて、で、まあ、僕がね何種類か、気になってる、まあ、ジャパンヴィンテージのギターでまだ価格が高騰していない、まあ、モデルを結構こうなんだろう買おうっていうふうに、まあ、温めてるものもあるので、まあ、それも、まあ、おいおいこう購入とか実際に弾いてみた時のこの感覚とかをね動画には出していこうと思うんですけど、まあそんぐらい、まあ限られてしまうぐらい、まあ動画の
あ、動画っていうか動画にできる、でき、なんて言ったら、動画にまあしづらい、まあ、手が出せない状況、ただでさえまあね、その年代の、ギターでまあちゃんと状態が維持されてるものっていうのも少ないのに、なおかつまあ値段がめちゃめちゃ上がってるから、あのいろいろまあね、こう本家よりも高いとかっていう謎の現象がまあ起きてしまってるわけなんですよ。だからあ、まあそういうね、こうなんて言うんだろう、抜け道っていうか、その高品質なまあレスポールね、例えば僕はこうフロイド・ローズのねレスポールカスタムを手に入れるには、もうアクセスなんて到底手が届くようなね値段じゃないので、あのもうバーニーのこの子にしようっていう風に決めてまあ買ったりとか、でもそれでもやっぱこの子のね価格はどん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 上がってってるので、っていう中でやっぱりこう実際に持ってる方、バーニーの RLC とかのモデルを持ってる方のちょっと感想がやっぱすごい聞きたくて、本当にねもうジャパンヴィンテージっていうのがまあね、くくりができてから本当にもうここ数年でもガーンともっと値段が上がってしまって、うん、とてもじゃないけどまあ買えないっていうね状態の中、まあ、あのいろいろこう試行錯誤しながらまあ買える範疇のものとかをこう狙ってるわけなんですけど、そうだからねすごくいいんですよ。実際にギブソンのカスタムを僕はもうライブでもね、普段のまあレコーディングとか音楽の活動とかでも全部使ってるからし、やっぱりギブソンのレスポールカスタムがこの世のギターで一番好きなので、やっぱねそう感じるんですよ、この子の良さが、うん、っていう感じでちょっと今弾いてみます、はい、まずねリアからめっちゃ音良くてね、はい、で次ねフロント、フロントもすごい音でセンター、うん、てな感じで、あのまあもう僕はねこのもともとついてたフェルナンデスの、フロイド・ローズのユニットをまああのなんだろう、ドイツの本物の、まあ、フロイド・ローズに交換したくらいしか、まあ、手を加えてないギターで、あの本当に最初は EMG をこう乗せようと思ってたんですけど、まあもう今のサウンドでもう抜群に良くて、うん、でまあゆくゆくはこの VH の音を、まあ、ライブでもっと使ってって、あの本当にこの僕のギブソンのカスタムと同じく、498T と 490R というギブソンのピックアップをこう乗せられるか乗せないかぐらいの、まあ、今悩んでるっていう感じで、うん、僕やっぱそのギブソンのピックアップがめっちゃくちゃ好きで、あの本当にそのピックアップに出会ってからこのカスタムとのこう組み合わせもあるんですけど、もう一つのもうギターのサウンド、僕が求めてるギターのサウンドにやっぱたどり着いてしまったっていうのがやっぱあって、でやっぱりそれが基準になってる中で、まあこの VH のピックアップの音もあのめっちゃいいな、僕の好みだなってなったので、あとやっぱ40年前の
ギターのこのなんだろうな、オリジナルをできるだけ残しておきたいっていうのがやっぱりあって、うん、僕の持ってるギブソンのカスタムは98年製なんですけど、これは多分82年か83年ぐらいのモデルだと思うんですよ、うん、でやっぱりこの子はこの子の良さがあるし、あのね、その状態のまま良さを引き出すっていうのもやっぱ僕のテクニックの一つになってくると思うので、うん、そういう感じでちょっとまあ今ほぼこうオリジナルのまま使っているっていう感じになってます。でまあこれはちょっとね、あの余談っていうかまあおまけっていう感じの話なんですけど、僕がねこう初めてフロイド・ローズの、まあ、レスポールシェイプのモデルが欲しいとか、安くフロイド・ローズがついててね、ちょっと弾いたりとか、まあ、どういう感じなんだろうっていうのを知りたかったら、僕ねグラスルーツの GLP49 っていうモデルがめっちゃいいなってずっと思ってて、あの僕ね弾いたことないし、いつもこう買いたいんですけど、あの弾数多いんですよ。でもやっぱり人気なのか、中古でもねすぐね1万円台中盤ぐらい、前までだったら1万円ぐらいとか1万円以下とかでね、もう叩き売りされてて、もうバン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 買われたり、まあ売られたりっていうのが繰り返されてるモデルなんですけど、あれはね初めてこう触れ合う人もいいし、僕みたいにねこうなんだろう、軽くこう改造したりとか、どういうまあ方向性でいこうっていうね、ボルトオンのネックにはなってしまうんですけど、まあそれでもねフロイド・ローズで、まあ、シングルコイルのレスポールの、あシングルカッタウェイのねレスポールシェイプになってるので、うん、あれはね僕ねめっちゃいいなと思って、ほんとないんですよ、あのこのフロイド・ローズのレスポールがついてるシェイプのギターっていうのは。 LTD の、まあ、EC のフロイド・ローズもめっちゃ高いしね、他のなんだろうシングルカットでフロイド・ローズがついてるレスポールっぽいモデルって言ってもね本当なくて、うん、だからやっぱりバーニーのニール・ショーンのモデルか、このね、LC100YS とか、うん、あとはねギブソンのトラディショナル2っていうモデルにもねフロイド・ローズがついてて、あとはねギブソンスタジオにも、まあ、ついてるモデルがあるんですよ、ゴシックっていうモデルとかにも。うん、でもやっぱり僕はこだわりとして絶対に、カスタムと同じ仕様、まあボディと、まあネックにこうバインディングが入っていて、ちゃんと同じこうダイヤモンドインレイで、フロイド・ローズが搭載できるモデルが良くて、まあこの子にしたんですけど、でもね軽くこう買ってちょっといじって遊ぶとかっていうんだったら、全然そのグラスルーツの GLP がね一番手に取りやすいモデルだと思うし、もし持ってる方いたらどういう感じか教えてほしいです。あのお願いします。エドワーズにもあるんです。エドワーズも GLP49 の、なんて言ったらいいんだろう、グレードがこう上がったモデルが、あれはちょっと弾数少ないんですけど、あれもね結構狙い目なギターで、うん、僕はまあいいなと思っててちょっと見てる感じです。はい、てな感じで、あの長くなってしまったんですけど、まあ今回はバーニーのね RLC60 のモデルをこうもし持ってる方いたら、ぜひどういう感じの、レスポールギブソンに近いのかとか、そういうのもね聞かせてくれたら嬉しいです。皆さんいつも見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録と、ね、高評価ボタンお願いします。それでは。